こんにちは、シーバドです。今回はですね、こちらギブソンエクスプローラーのレビューになります。こちらはですね、1996年製のギブソンのエクスプローラーになります。非常にね、渋い色味でかっこいいです。エクスプローラーといえばですね、まあ僕の中ではやはり X ジャパンのパタさんなんですけれども、今回ですね、こちらのエクスプローラーのレビューを兼ねつつですね、レスポールとの鳴らし比べをやってみたいと思います。まあエクスプローラーといえばパタさんのイメージがどうしてもね、僕は強いので、エクスプローラーとギブソンのレスポール、この2本をですね併用しているようなね、イメージが勝手にこう頭の中にですね根付かれてるんですよ。まあ、僕の勝手なイメージなんですけれども、まあ、そのギブソンのエクスプローラーとレスポールってどんな違いがあるのかなというところもですね、検証してみたいと思います。まずはですね、このエクスプローラーのレビューからいきたいと思います。ではエクスプローラー見ていきましょう。このね、渋みのある色わかりますかね。薄めなね、ラッカーな感じなんですよ。この角っこのところ結構削れてるんですけれども、この年季の入り方も非常にかっこいいです。こちらピックアップはギブソンの490と500だったと思います。オリジナルのままですね。でコントロールは3つ、上からボリューム、ボリューム、トーンという風な感じで、一番上がフロントのボリュームで、真ん中がリアのボリュームですね。で、スリーウェイのトグルのスイッチがついておりまして、この焼けた感じのピックガードも、これまた、ヴィンテージ感が漂っておりまして、かっこようございます。で、こういったところどころの欠けがね、また渋みをね、出してますね。で、指板はですね、結構黒黒してて、エボニーかと思ってたんですけれども、ローズウッドらしいです。96年といってもね、まあ、なんだかんだ25年前、僕がですね高校を卒業した年ですね、96年。そしてヘッドを見てみましょう。シンプルな感じでギブソンとバナナヘッドですね。裏を見ていきましょう。こういったねヘッドの掛けもまたねリアルでいいと思います。でギブソンオリジナルのペグがついてますね。いや、ほんといい塗装なんですよ。ほら、いい感じで、こういったね、欠けの部分。非常にヴィンテージ感が溢れております。このエクスプローラーですね、持った感じ、割と軽めです。ボディもですね、ネックもマホガニーになっております。非常にいい木の詰まり方をしているんですけれども、割と軽めだと。この年季の入り方がですね、非常にフィット感がいいですね。めちゃめちゃこう手に馴染むというか、なんか初めて持って弾くんですけれども、結構ね、弾きやすいです。そして変形ギターというと、どうしてもね、持ちづらいとか、バランス感が悪いとかっていう風なイメージがあると思うんですけれども、このとんがりがですね、逆にここにフィットして非常に弾きやすいんですよ。まあ、角度的には V に似てますよね。V と同じようにですね、ここが削られているので、若干上に持っても、ギターをめちゃめちゃ上げてるようには見えないです。で、バランス感もね、非常に整っておりまして、ヘッド落ちとかもなく、立って弾く分にも非常に弾きやすいですね。変形ギターなんですけれども、立っても座っても結構弾きやすいというふうなギターになっております。では続いて音の部分ですね、エクスプローラーとレスポール、鳴らし比べていってみましょう。結構ね、僕はディマジオのピックアップを乗せてるギターが多いので、結構ね、ミッドロー寄りのギターを弾くことが多いんですが、ギブソンはね、中域がボンと出るようなイメージですね。特にこの年季の入ったエクスプローラーは、モダンというよりはですね、ヴィンテージな感じの音だと思いました。では、レスポールと鳴らし比べてみます。
Thank you.